ネスカフェゴールドブレンドバリスタシンプル、各半部の取り出し分解方法についてご案内します。本体の故障やトラブルを未然に防ぐためには、毎日また定期的なお手入れが大切です。まずマシン本体からコーヒー抽出部カバーを取り外します。ロックレバーを下げ、各半部を引き抜きます。各半部レバーのロックを外し、各半部レバーのロックを引き下げながら分解します。以上で各半部の取り外し分解完了です。